さあ、トイターサクスクール SLS 以外を見ずれい文法本日の問題はこちら10秒間でお願いいたします <noise> さあ、できましたかまあ、D は違いますよねで、なぜそれを感じるのかと言われたら空所の右側 Book ということで名詞 で、その観点から選択肢の D。まあ、これは複詞でございますので、×。で、残った選択肢の ABC。次に分かりそうなのは A でしょうか。b o t h の後ろは単数なのか複数なのか。もちろん複数形ですが、今回は BOOK。単数形ですので、×。で、残った選択肢の B と C。特に B ですが、出だしが何。何、of、点々点。で、その後ろは単数なのか複数なのか。 その辺りの知識がふわっとしている方が多いんではないでしょうか。ですので真ん中に書き出してみました。おそらくワンノブ点点点だったら分かりやすいんではないでしょうか。意味から確認しますね。点点点の中の一つ。で、オブの右側、単数なのか複数なのか。もちろん皆さんはこの YouTube、数ある YouTube チャンネルの中の一つ、教育対策のチャンネルを見ていただいております。ですから、オブの右側は複数名詞。 で、この今回の1。それがボスになろうが何になろうが、後ろは複数名詞。そういうふうにイメージすると記憶に残しやすいですね。ですから、何オブの後ろは複数名詞。となってくると正解は、もちろん C ですね。で、答えは出たんですが、え、先生、ニーザーって後ろ A、ノア B じゃないんですかそうです。そういうふうに思いすぎている方いらっしゃいますね。 確かに A のア・ B をよく見かけますが、いつもいつもノアがあるわけではないですからね。今回のようにニーダーブック。どちらも点々点ない。そういう使い方もありますので、再確認をお願いいたします。あとは見ないを確認いたしますので、文頭をご覧ください。どちらの本もあまり良くなかった。で、先週私が読んだ本。それはどちらも良くなかった。そんな感じでよろしいかと思います。では、画面をかけますね。 さあ復習ししやすいような画面にかかえましたスクリーンショットする方はどうぞであとは下の部分ですね皆さんの指などで隠していただいてで一番から二番そこに入るごっこをすらすら言えるよう活用なさっていただけますと幸いですということでチャンネル登録もよろしくお願いいたします